ウェセックス伯爵、エドワード王子、1964年3月10日台、は、イギリスの王族、海軍軍人。イギリス女王エリザベス2世とエディンバラ公、フィリップ夫妻の三男。要望は母親にと言われている。英国王位継承順位は、オーガスト・ブルックス・バンクに次ぎ、2021年10月現在14番目。公式の称号及び継承は、 ヒズロイヤルハイナスザアール・オブ・ウェセックス。兄は、ウェールズ公、チャールズ、ヨーク公爵、アンドルー。姉は、プリンセス・ロイヤル・アン。ケンブリッジ大学、ジーザス・カレッジ卒業後、イギリス海兵隊の士官となるが、1987年に、軍務が肌に合わず除隊。王族男子は、軍でキャリアを積むのが慣例となっている。イギリス王室では、異例のこととなった。 その後、幼い頃からの演劇好きを活かし、舞台、オペラ座の怪人、キャッツの裏方で働く。後テレビ番組編成会社を設立。1999年、テレビ業界の経営者、ソフィー・ヘレン・リース・ジョーンズと結婚、ウェセックス伯爵の爵位を与えられた。英国王室の王子が結婚して、爵位を賜る際には、公爵が慣例であり、伯爵は異例のことである。 しかし国民からは、ウェセックス伯爵の称号が伝説上のものとして著名であったことなどから、女王陛下も粋なことをなさるとこの助爵は、好意的に受け止められた。ただし父フィリップが帯びていたエディンバラ公を将来的に助爵されることが予定されている。長女ルイーズと長男ジェームズの一男一女がいる。なお、伯爵夫妻の意向により、母女王が、 ウェセックス伯爵夫妻の子供は王子、王女の身分と殿下の継承を名乗らないと宣言したため、ルイーズとジェームズは王女、王子を名乗っていない。2006年、老いであるウィリアム王子のパパラッチ対策として結ばれたマスコミと王室の紳士協定を破り、自社の番組でウィリアム王子の学生時代の映像を独占的に流したことで、 王族としての特権を利用したとして非難されたことから社長を隕石辞任した。2019年3月10日に母であるエリザベス女王からスコットランドで使用する借位として連合王国貴族フォーファー伯爵に助爵された。ウェセックス伯爵、エドワードの文章ウィキメディアコモンズにはエドワードに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。